愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。21世紀に入り、世の中はますます混迷を深めています。この番組はそんな時代の中、私たちがちょっと考えていきたい愛と夢のある生き方、社会の在り方を皆様と共に分かりやすく語り合っていきたい、そんな番組にしていきたいと思います。ご案内は私、片山田津です。それでは皆様、よろしくお願いします。改めまして片山田津です。早いもので6月に入り、そろそろ空模様が気になる季節、傘を持ち歩く機会も増えますよね。最近ではおしゃれなレインブーツや雨傘も多く、雨の日でも華やかで楽しく過ごせそうですね。雨の日のおしゃれ、私たちはおしゃれは足元からということで、ハイヒールのレインパンプス先日買いました。今可愛いレインブーツもあるんですけどね、私はやっぱりヒールの高い靴がすごく好きなんです。かっこいい赤い靴買ってしまいました。雨の日にも気分が弾みます。皆様はいかがですか。そんな6月の行事の一つに父の日があります。6月の第3日曜日で、今年は6月17日ですね。世界共通だと思っていたら、台湾ではなんと8月8日なんですよ。なんでもパパをもじっているのだとか。なるほどね、思わず感心してしまいましたが、お国によっていろいろありますよね。父の日も母の日と同様、アメリカが発祥。男で一つで自分を育ててくれた父親に感謝した女性が牧師教会に嘆願したのがそもそもの由来。アメリカでは国民の祝日になっています。レディーファーストのアメリカでも、この日ばかりは父親に感謝。アメリカの文化には見習うべきものがありますね。家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。今回は父の日にちなみ、父親をテーマに進めていきたいと思います。さて、東日本大震災以降、父親像にちょっとした変化が起きています。アンケート調査、大手のサンセットコーポレーションが行った父の日に関するアンケート調査では、父親に頼もしさを感じたと回答した人が多かったといいます。きっと
いざという時になって初めて父親の偉大さに気づいた人が多かったのでしょうね。でも頼りになる父親とはどんな父親なのでしょうか。いつもは古今、世界や日本の偉人のエピソードを取り上げていますので、今回は趣向を変えて、私たちと同様、市井一般の男性、父親の生き様にスポットを当ててみたいと思います。今回は2人の父親をご紹介。平成時代の父親像を考えてみたいと思います。21世紀はネット、ブログの時代。公開されている日本の普通のパパの頑張り、パパの声を拾って番組でご紹介します。まずはこの方、親父歴5年の高橋豊さん。仮名の一風変わった崖っぷちのチャレンジ人生についてです。高橋さんは18歳で渡米して会社を起こし、その後22年間生活の拠点をイギリスに置いてきました。ところがリーマンショック以後、イギリス経済が悪化し、苦渋の選択を強いられてしまいます。仕事がない、お金がない、このままでは食べていけない、家族を養っていけない、海外であるがゆえに助けてくれる親戚や周りの人もなく、厳しい状況に陥りました。悩みに悩んで、家族を守るために全てを投げ捨てて単身日本に出稼ぎに来たのです。海外から日本への U ターン、珍しいパターンです。やるからには死ぬ気でやる、そう決意したものの一文なし。日本社会から遠ざかり、骨や助けてくれる人もいません。そこで思い切って日銭を稼ぐためにビルの空き場所を借り、ラーメン屋の屋台を始めました。しかし業種からの転職では味で勝負することはできません。頼れるのは自分の体とやる気だけ。そこで2つのことで勝負することに決めたんです。これしかなかったんですが、一つは年中無休、あそこはいつ行ってもやっていると印象づけること。そしてもう一つは人で勝負することでした。自分という人間がどこまで勝負できるのか、人間として最低限必要なのは何か、それが挨拶でした。屋台の前を通る人には徹底的に挨拶をしました。何度同じ人に無視されても、毎日毎日挨拶を続けました。半年、1年と経ち、何にもなしから始めた高橋さんのラーメン屋さん。曲がりなりにも定着してきました。それもなかなかのものになったのでした。そうして、こうしたやり方は良くも悪くも評判になり、ある日寿司屋で働く一人の男性が屋台にやってきて、高橋さんに声をかけます。うちの大将に、あそこに威勢のいい若者がいる、あそこに行って参考にしてこい、一人で何もないところからあそこまでやれる度胸と根性を見せてもらってこいって言われました。若者というには塔が立っていましたが、必死の高橋さんは周りには若者に見えたのでしょうね。40歳の今、死ぬ気でやれば人は認めてくれるということ、そして生きていく上で貴重な経験をさせていただいていると実感した瞬間でした。1年半を振り返り、高橋さんはこう締めくくっています。今では娘は、うちのお父さんはラーメン作ってるんだよとお友達に自慢していると妻から聞きます。そんな家族に
修行を積んで一回り大きくなった自分を早く見せられるように、それが私の日々の原動力になっています。高橋さんは日本に行くことを家族に伝えた時、奥様やお子さんから何も言わずに頑張ってねと背中を押してもらいました。奥様は不安だったと思いますが、高橋さんご夫妻の愛情と信頼は揺るがなかったのです。二人の励ましがあったからこそここまでたどり着けたといいます。高橋さんにとって死ぬ気で立ち向かい、一人の人間として勝負する姿を見せることが親父としての家族への責任であり誇りでもあるのでしょう。男性が持っている底力、勇気は女性や家族にとって頼もしいものですね。続き父親、それも普通のパパの生き様をテーマに進めていきます。さて次にご紹介するのは親父歴6年目の酪農家の千葉和文さん、仮名のつぶやきです。365日休みなし、朝早くから夜までお産があれば夜中でも駆けつける、そんな仕事なので奥さんからはいつになったら休み取れるのと怒られる。確かに丸一日休みなんてここ一年以上記憶にありません。本当にごめん。でも救われたのが6歳の長女の一言でした。ママ、パパは忙しいの。パパが休んで牛さんのお世話誰がするの？ご飯もあげないで牛さんが死んだりしたらダメでしょ？私は我慢できるよとなだめてくれているのです。感動して涙が出そうになりました。自分に不安になることが働き続ける上では一番しんどいこと、自分が間違ってなかったと思わせてくれた娘の言葉は力になりました。だからこそこれからもそう言ってもらえるように一生懸命働く姿を見せてあげたいと思います。でもちゃんと休みは取るようにするからね。親父としての千葉さんが大切にしていることは信じてくれた人の言葉に応え続ける姿です。その姿勢は確実にお嬢さんにも伝わっていて、動物やパパを思いやる優しい心を育んでくれました。とても素敵な家族ですよね。お嬢さんの言葉になんだか私まで胸がキュンとしてきちゃいました。ご紹介したお二人の他にもたくさんの普通のお父さんの姿があります。与えられた責任に負けないよう
激しい炎と戦う消防士のパパ。父親を超えるために沖縄一のマンゴー栽培に励むマンゴー農家のお父さん。受け継いだ伝統技術を絶やさぬよう次の世代へと伝えていく染色職人の親父さん。障害を持ちながらも働けることに感謝しながら仕事に打ち込む鉄工職人のお父ちゃん、などなど。私たちはお父さんに守ってもらうことを当たり前のように考えています。でも、もしかしたらお父さんたちの心は内心不安でいっぱいなのかもしれませんよね。亭主元気で留守がいいの言葉のように、家族のコミュニケーションも時間が経てば希薄になります。お父さんへの感謝の気持ちもクエスチョンになっています。家族にどんな親父の姿を見せられるのか、自分は胸を張って親父と言えるのか。いつもそんなことを自問自答しながら、お父さんは信念を持って何かに打ち込み、泣き言も言わず一つのことを貫こうとしています。それが日本のお父さん像の原点ではないでしょうか。そうした生き様こそが親父の頼もしさであり、親父の威厳なのかもしれませんね。人生、夢、ハートフルメッセージ。最後に、東日本大震災を経験したある女性の川柳を紹介します。最後まで避難区域に残る父。小学校の先生をしているお父さんは家族と離れ、一人避難所の子どもたちの世話をしています。何度も家族と話し合って別れて暮らすことにしました。そんな父親に対する思いが込められている川柳です。父の日ということで、今日は私の父の話をさせてください。何度かこの番組でも私の父のお話をしたことがあったと思うんですが、父はですね、私を一度も怒ったことがありません。共働きで帰りが遅く、いる時間が少なかったっていうこともあるんですけど、本当に一度も怒られたことがないんですよね。で、私はいつも父に少しでも褒めてもらいたい、喜んでもらいたいって、いつもそのことばかり考えていました。だから悲しませるようなことは一切してきませんでした。で、私が社会人になって初めて悩みを、大きな悩みを抱えてすごく辛くなった時に、父に私は言いました。お父さん、タバコを吸ってもいいかな。父からしたら私は優等生だったので、私がタバコを吸っていたらびっくりするだろうな、悲しむだろうなと思って、
タバコを吸っていいか許可をもらってから吸おうって、悩みがあった時にタバコを吸ったら楽になるんじゃないかって思ったことがあって、父にそんなことを言ったことがありました。その話をした時に父は何も言いませんでした。言った時に父は何て思ったんだろうって私は思いながら、その日寝たんですね。で、次の日会社に行く時に父に行ってきます、父に声をかけたら、父はいつも本当に何も言わず一言言ってらっしゃいって言うんですけど、その時だけはちょっと待って、昨日タバコ吸っていいって聞いたよね、お父さんは今日一睡もできなかったんだ、タズがタバコを吸いたいっていうことは相当辛いことがあるんだねって父は私にそう言って、タバコを吸うのはやめなさいって言いました。父のその言葉を聞いたときに、もう大丈夫、父が全部わかってくれたって思ってタバコを吸うことはしませんでした。悩みを全部父に言ったわけではないんですけど、私の悩みを全部受け止めてくれたような気がしました。父はいつもそうやって私に、普段多くを語らない人なんですけど、いつも見守ってあったかくって優しくって、そんな父です。だから私は父が大好きです。父の日になると、去年亡くなった父、大好きな父を思い出します。さて、世界キリスト教統一神霊協会創始者ムン・ソンミョン氏の家庭についてのお言葉があります。家和して万事なるという言葉を覚えておくべきです。家庭が平和であれば全てのことがうまくいくという意味です。そして家庭の原動力は愛です。それでは番組からのお知らせです。番組では皆様からのご感想やご意見をメールにてお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。アドレスは www.i-kazoku.net www.i-kazoku.net まで。また過去の番組もダウンロードしてお聞きできます。さらに YouTube からもお楽しみください。この番組はムン・ソンミョン氏自叙伝、平和を愛する世界人として創芸社発行、一部題材に皆様にちょっとヒントになる人間の生き方、社会の在り方などを分かりやすくお話ししていければと思います。いかがでしたでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ、これからも番組を通して皆様といろいろと語り合いたいと思っています。また来週お会いしましょう。ご案内は私、片山たずでした。それではごきげんよう。